ゆっくり霊夢です。みんなのアイドル霊夢です。霊夢さん、今回は横浜 FC が相手でした。今回の試合はどうでしたか？まだやれるってことは証明できたいい試合でした。意外の効果音初めて聞きました。1点目、すぐに決めた柴山くんのゴール。そして2点目の奥貫くんからの柴山くんのゴール。どれも決死で崩した2層のゴールでした。すぐに点入れられたんですけどね。2点目はあの天皇杯の悪夢を思い出すようなゴールだったね。そして衝撃的な3点目。まさかのトラップミスで富山が決勝点。単なるラッキーとも取れるけど、これは富山が諦めずに詰めたから取れた点だと思うよ。やはり富山しかがたん。そしてリアルの矢島さんは、挑発的態度で時間稼ぎに成功。そしてロスタイム7分という異例の事態の引き金となりました。何が、さあ7分間気が遠くなりそうでした。まあ途中ヒヤヒヤする場面はあったものの、いつも以上に全員が冴えていたのでトラップミスとか、少なかったですし、まあ結果オーライだね。いつもこれを見ててもらいたい。無茶言わないでください。次節はベガルタ仙台です。蹂躙される前のお気持ちをどうぞ。負けてたまの箱の引き証明。わあかっこいい。もちろん仙台には参戦するつもりだぞ。バカなのかここの主は？仙台のおすすめグルメとかあったら教えてね。それではここまでのご視聴ありがとうございました。次の動画も見ていってね。